鳴門市と兵庫県淡路島とを結ぶ大鳴門橋の開通30周年を記念して6月6日鳴門公園でセレモニーが開催されました。海峡を吹き渡る強い風の中、鳴門高校書道部が書道パフォーマンスを披露。ベートーベンの第九に合わせて18人の部員たちが大きな布に力強く筆を走らせました。また兵庫県洲本市の柳学園のジャズバンド部は軽快にジャズを演奏。スイング感あふれる演奏でお祝いムードを盛り上げました。大鳴門橋は昭和60年6月8日に開通。当時は東洋一の吊り橋で夢の架け橋と呼ばれました。開通当時の1日平均の交通量はおよそ7800台でしたが、今ではおよそ2万3000台に増え、四国と本州を結ぶ大動脈となっています。セレモニーには飯泉知事や兵庫県の井戸知事らが出席。飯泉知事は鳴門の渦潮の世界遺産登録に向けてタッグを組むなど、徳島と兵庫がこれまで以上に深い関係になることを期待したいと挨拶。地元の幼稚園児らと一緒に風船を飛ばし、未来への飛躍を願いました。また大鳴門橋を挟んだ2つの県の伝統芸能も披露されました。鳴門市の踊り子たちによる阿波踊り、淡路人形座による人形浄瑠璃、居合わせた観光客も一緒になって節目を祝いました。このあと飯泉知事らは官庁船に乗って鳴門海峡へ。鳴門特産のタイを放流しました。この鳴門の渦潮の世界遺産チャレンジという新しい夢もここに広がってくる、大変素晴らしい30周年を迎えることができたのではないか、これから今年もね、1年かけて多くのイベント目白押しになっていますんでね、徳島はもとより四国、そして兵庫県全国の皆さん、ぜひお越しをいただきたいと思います。未来へつながる大鳴門橋、これからも徳島の魅力が詰まった記念事業がたくさん実施されます。皆さんもこの機会に出かけてみませんか。